はい、こんにちは。この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今回は哲学作家ヤムチャさんの本を読む順番について私のおすすめを話したいと思います。史上最強の哲学入門などとっつきづらい哲学を非常に分かりやすく説明してくれるヤムチャさんの本、哲学入門として非常におすすめなんですが、結構本を出されているのでどれから読むべきか迷う方も多いかと思います。そこで前作読んでいる私がおすすめの読む順番について話したいと思います。まず一冊目ですが、哲学フレンズを読んでほしい。漫画なんで非常にとっつきやすいですし、ソクラテス、プラトン、アリストテレスといったザ・哲学者の思想が、分かりやすく学べます。軽い内容かと思いきや後半は割と重い話題をぶち込んできて、なるほどこれが哲学かというのがよくわかります。まずこれを読んでですね、あ、哲学って楽しいというのを感じてもらえればと思います。2冊目ですが、史上最強の哲学入門ですね。ヤムチャさんの代名詞と言ってもいい本ですね。デカルトやカント、ニーチェといった、私たちでも知っているような有名どころの哲学者がわんさか出てきます。デカルトの我を思うゆえに我あり、いや、ニーチェの神は死んだなど、なんか聞いたことはあるけど意味はよくわからないっていう哲学者の名言もこれを読めばしっかりと理解できます。とりあえずこの本を読んでおけば、哲学の話を軽くする分には困らなくなりますので、ぜひ教養を身につけるという意味でも史上最強の哲学入門2番目に読んでいただければと思います。で、個人的にはとりあえず哲学フレンズと史上最強の哲学入門2冊読んでおけば、広く浅く一般教養レベルで哲学を知るには十分かなと思います。で、ここから先はより深く学んでいきたい人向けという感じですね。それで3番目に読む本ですが、史上最強の哲学入門を読んだ流れで史上最強の哲学入門東洋の哲人たちを読むのがいいかなと思います。主に孔子や老子といった中国哲学の人たちと、ブッダや親鸞など仏教関係の人たちの思想が紹介されています。西洋の合理的すぎる感じよりも東洋のふわっとした感じの方が我々日本人にはしっくりくるところもあるかなと思いますので、良いと思います。さて4番目ですが、14歳からの哲学入門をお勧めします。出てくる人たちは史上最強の哲学入門とほぼ同じなので復習みたいな感じになるんですが、近代から現代に至るまでの哲学の流れ、推移が説明されており、現代の我々はこの段階にいるのかというのがよくわかります。今後哲学はどうなっていくのかと思いを馳せることもできる一冊となっておりますので、ヤムチャさんの哲学本の総まとめとしてはいいのではないかなと思います。残りに関してはもうちょっと深く哲学について考えたかったり、そもそも哲学とはダイレクトに関係ないものだったりするのでお好みでという感じです。ヤムチャさんも大好きなニーチェを深く学びたいなら、ヤムチャの最強のニーチェで、哲学を学びたいだけでなくちゃんと自分も考えて哲学してみたいという方には、正義について哲学する正義の教室ですね。意外と内容はえぐいですし、ラストはなかなか攻めています。で、フェルマーの最終定理について簡単に知りたいなら哲学的な何か、あと数学とか相対性理論とか量子力学とか、SF によく使われる科学ネタを学びたいなら哲学的な何か、あと科学とかですね。私としては正義の教室をお勧めしたいと思います。とこんな感じで、哲学作家ヤムチャさんの本おすすめの読む順番をお話しさせていただきました。皆さんもぜひヤムチャさんの哲学版を読んで哲学に興味を持ってもらえれば私も嬉しいです。とこのようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方は高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。